元気がないですね。皆さん元気ですか？皆さん元気ですか？おはようございます。ももクロ24タイム TV 元気ですか？元気です。元気です。あと10時間頑張りますか？頑張ります。頑張ってください。アキラさんお久しぶりです。お久しぶりです。アロハ。元気がないですね。皆さんアロハ。素晴らしい。よし、じゃあ皆さんもっと元気が出るようにやりましょうかね。よろしいですか？はい、皆さん、はい、ちょっと円になって、円になって、はい、円になってください。始まります。じゃあ裸足。いいの？いいポーズしてますね。裸足でこれからウォーミングアップをやろうとする。さすがです。はい、じゃあ皆さん、はい、両手を組んでよろしいですか？はい、上伸びます。はい、もっと伸びて、もっと、あ、いいですね。はい、リラックス、力抜いて、もう一度いきますよ。はい、両手を組んで、はい、上伸びます。はい、横へ倒してください。皆さん硬いですね。ちょっと予定変更、硬すぎる。はい、じゃあ皆さん両手を骨盤に置いてください。はい、この骨盤の上には骨がありますよね。骨が208。お、どんどん来ましたね。もう一回やりましょうか。皆さん元気ですか？だんだん乗ってきたね。アローハ。素晴らしい。はい、両手骨盤ですよ。骨盤の上には背骨ってのありますね。頸椎っていう首の骨が7本、あと胸椎っていうこの胸の骨が12本、それから腰の骨が5本あります。いいですか？まず胸椎、首の骨の動きやってみましょうか。はい、前、後ろ、はい、横、はい、横、はい、ぐるっとこのように縦横無尽に回るのが頸椎の7本の骨ですね。はい、続いて胸、ここはあの胸骨とか肋骨とか鳥かごのかごがあります。この中には心臓とか肝臓が眠ってますから動きが取れてません。その反動がすべて腰の腰椎に来てます。はい、骨盤に入れてよろしいですか？5本の骨の動き、まず一番の動きやりますよ。皆さんよろしいですか？皆さん元気ですか？あと10時間頑張りますか？お名前は何て言うんですか？藤井と言います。藤井さん生きてますか？生きてます。アロハ。アロハ。元気が藤井さん。アロハ。アロハ。オッケー。はい、両手を骨盤、いいですか？1番は、はい、やりましょう。前とそれから後ろ、これ1番は前後の動きですよ。よろしいですか？はい、2番は両手を組んで先ほどやりましたね。はい、横横、このように左右の動きです。はい、3番いくよ。はい、足を大きく開いて、はい、両手を肘、 OK。 はい、この状態からいきますよ。よろしいですか？はい、構えて、はい、ピャッ、はい、アッチ、声がちっちゃい。はい、ナイン、はい、3、はい、4、はい、5。体も硬いですけどリズム感もまるでないですね。皆さん今のはひねりですよ。4番も先ほどの左右と5番もひねりです。ということは残念ながら前後の動きだけは骨が1本しかないですね。こういう寒い時にお顔を洗うと腰がこうグギッときたりします。いいですか？はい、じゃあ1番のセルフチェックをやってみましょう。朝から皆さん元気が出るように、はい、硬いね。あれ、川上さんがいらっしゃらないの？あ、いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいませ。元気ですか？先生素晴らしいよ。いいですよ。先生すごい。はい、もうめっちゃ見えきらいの。OK。 はいはいはい、あ、この人かな。はい、はい、お名前は？遠藤です。はい、遠藤さんに盛大な拍手を。遠藤さんは拍手をいただきましたが残念ながら一番悪い例ですね。はい、遠藤さんやってみましょう。硬い、こんな感じですよ。よろしいですか？はい、じゃあ皆さん一緒に遠藤さんと一緒に両手を組んで、はい、片方の膝の上乗せます。
はい、ゲットマンはつま先が上がってます、かかとのみですよ、よろしいですか。はい、体重は後ろ方向へ預けてます。 OK。 はい、今度逆いきます。はい、皆さん笑顔でいいね。今日は楽しいですか。頑張ってますね、24時間頑張ってますよ。 OK。 はい、じゃあ皆さん遠藤さんに注目です、よろしいですか。はい、3、2、1、遠藤さんいけ、ほら、ついた、ブラボー、拍手。はい、皆さんもやってみてください。はい、みんなもやって、みんなもやって、みんなもやってみてください。ついたでしょ、ついた、素晴らしい。これは皆さん3、2、1でアロハですね、よろしいですか。はい、3、2、1、アロハ。だいぶ元気が良くなってきましたね、よろしいですか。はい、おかなちゃん、あ、私アロハ、アロハ、すいません、かなちゃんが来た。あ、どちらさん、あ、ゲッタマンなんですよ。ゲッタマンに会えると幸せが訪れると言われてるんですが、皆さん幸せが訪れましたか。アロハ、出た、嬉しいですね。アキラさんの教育素晴らしいですね、ありがとうございます。アロハ、幸せになりますか。ももクロ24タイム TV 頑張りますか。アロハ。 OK、 じゃあ皆さんよろしいですか。はい、地元埼玉みたいな。じゃあせっかくなんで骨盤の歪みを整えてみましょうか。じゃあ本当ですか、はい、やっていただけるんですか、はい、イコール美脚ですよ、皆さん。お、皆さん美脚になりたいですか。綺麗になりたいですか。なりたい。じゃあですね、両手を骨盤に置いて足をクロスさせます。 OK、 はい、この状態からゆっくりと、はい、ゲッタマンに注目ですよ、両膝を前へ出さないようにして一歩を後ろ方向へ、胸は張ってます。OK、 朝の時間帯は骨盤がこう締まってます、閉じてるんですよ、皆さん、よろしいですか。はい、戻して。なぜ閉じるかというと、顔を洗ったりとか歯を磨いたりとかお通じがあったりとか、なるべくこう気合を入れてんですね、骨盤を入れて締めた状態で、それから、はい、今度は足をクロス返る。 OK、 はい、その状態からゆっくりと、はい、もっともっともっとです、もっと一歩、笑顔で、素晴らしい、笑顔で、笑顔、オーケー。はい、もう一度いきますよ。はい、2、だいぶまともにやるようになったじゃないですか。だいぶ歯が見えてきましたね、はい、元気できました。はい、今のような感じでやると非常にいいんですが、もう一個あります。はい、両方アロハのポーズを作ってください。 OK、これあんまり効果は関係ないんですが、ゲットマン営業上アロハなのでアロハのポーズを作ります。はい、この状態からいくよ。はい、骨盤のローテーション、はい、8、はい、9、2、はい、3、3、はい、4、4、 OK、いくよ。はい、8、2、3、4、相変わらずリズム感がまるでないですね、皆さん。はい、いくよ。はい、ローテーションいきます。はい、8、2、3、4、はい、0、0、3、4、はい、3、2、3、4、はい、今度逆、はい、8、笑顔で、3、4、はい、0、0、3、4、はい、3、0、3、シェイ、オーケー、ブラボー、拍手。10時間あるのでお疲れのようなので、じゃあゲットマン体操の癒しバージョンやります。よろしいですか。皆さん癒しバージョンやりたいですか。やりたい。アロハ、アロハ。じゃあですね、ここに2列に並びましょうか。はい、はい、2列に並んでください。アキラさん素晴らしいですね。先生ちょっとアロハで騙されるけど、やってることはかなりハードだからね。いっちゃうよこれ。前の方の方の両肩に、はい、両肩に両手を回してください。はい、どうぞ。もうもっともっともっと前、もっと前、もっと前、もっと前。 OK、 はい、皆さん首に回さないように、昔懐かしい風景が蘇りましたね。今から前の方の方の疲れが取れるように、私のリズムに合わせて肩を揉んであげてください。よろしいですか。はい、それではいきますよ。はい、よーい、スタート。はい、8、9、
一番最後の男の人、笑顔が足りません、ね、ないから、はい、回れ右、回れ右、行くよ、回れ右、はい、行こう、はい、4、スタート、はい、8、9、8、9、8、9、気持ちいい、気持ちいい、はい、OK、はい、こちらを向いて、よろしいですか、皆さん、よろしいですか、こちらを向いて、一番最後の男の人、こちらを向いて、OK、はい、人間の体は前面の筋肉の割合が7割です。それから後面、後ろ側の筋肉の割合が3割です。7対3のバランスでできてますから、皆さんが疲労が溜まった時に胸が凝ったとか、お腹が凝ったとか言わない。全て肩、背中、腰の方に疲労の負担が溜まります。今から手のひらの柔らかいところを使って、前の方の方の肩、背中、腰の場所を私のリズムに合わせて、ゲタマンのリズムに合わせて、トン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 、OK？ はい。トン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 と叩いてあげてください。ポイントは力加減ですね。ちょっと前のやつは気に食わないなと人間関係悪くなっちゃう。気持ちいい加減で私のリズムに合わせて。よろしいですか。はい、それでは構えてください。はい、それではいきますよ。よーい、スタート。はい、トン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 トこれ、ね、ちょっとここで言っとき、先生ちょっと今あのオンエア上はあれないないけど、どれくらいすごい先生なのかって、トレーナーさんなのかって、すごい、あ、電話ゲーム、電話ゲーム、ちょここで、これちょっといろんな関係で、ね、言えないけど、意外と良かった。そうですね。どうもうちょっと先生のアロハに騙されてるところがありますから、ね。オッケー。じゃあもう一回聞いてみましょうかね。皆さん元気ですか？はい。変わりました。変わりました。変わりましたね。元気なやつらですよ。手のひら返しみたいに変わりましたね。はい、それではいきますよ。もう一度いきますよ。はい、構えて。はい、今日はい。トン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 。はい。トン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 。はい。トン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 、はい、最後です。はい、トン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 、オッケー、はい、こちらを向いてください。よろしいですか。はい、最後です。いいですか、癒しバージョン最後ですよ。前の方のお方にご質問なさってください。肩、背中、腰の場所で一番どこが凝ってるか。はい、どこが凝ってますか。手のひら思いっきりこすります、はい、前の方のお方の疲れが取れるように念じながら、はい、もっと、はい、もっとです、はい、これ非常に皆さん宗教っぽくていいですね。はい、もっとですよ。はい、もっと、オッケー、はい、それでは前の方の方の疲れの溜まっている場所に静かにゆっくり当ててあげてください。はい、すごい、びっくりした。肩多いね。はい、オッケー、はい、逆です。はい、もう一度前の方の方にご質問なさってください。はい、どちらでしょうか。じゃあ腰で、あ、腰で、肩で、肩、どこですか。肩で、肩で、肩で、いや、いいね、どこが凝ってますか。肩、ねにちゃん、はい、思いっきり動きます。はい、もっとです。はい、もっと、はい、静かにゆっくりと当てます。はい、OK、よっしゃ。はい、じゃあ皆さん、もうそろそろ時間だと、あっという間なので、皆さんの拍手があればあと5分ぐらいができると思いますが、はい、全然できます。OK、はい、じゃあ広がってください。あと5分もあった。入る人みんな入ってください。よろしいですか。はい、そちらも入ってください。あ、そういえばユーストリーム
大賞2014年をグランプリ輝いたのはももクロタイム TV みたいです。ありがとうございます。あ、そういえばゲットマンのダイエット本が全書籍部門で1位と2位になったみたいです。素晴らしい。はい、皆さんダイエットしたい方、はい、はいはいはい早いね。じゃあ、ももクロの若大将って言われてる方どなたでしたっけ。あ、全部本当のネタですね。おじゃあ、しおりん、はい、どうぞ。はい、はい、はい、おかけになってください。あ、もう全然肩がやばいですね。はい、よろしいですか。はい、ゲストさんのダイエットのポイントは肩甲骨です。はい、拳を握っていいですか。拳を握って前へ、そう思ってくると肩甲骨が外側に開いてる。はい、脇を締めながらグッと引き締めると今度は閉じます。OK、この肩甲骨周辺筋群にはダイエット細胞、脂肪を燃やす細胞があるんですよ。これが脂肪細胞、素晴らしい、ブラボー。褐色脂肪細胞という細胞があるんですが、ここを動かすことによって、さあシオリンのダイエット細胞は動いてるか。硬いですね。こんな感じ。もう痛いね。痛い。じゃあゲッチャマンが10秒間で今の可動域をこの辺りまで持ってきます。できたら皆さん、はい、ちょっと横練習しましょう。はい、できたら。これが長いんですよね、ゲッチャマンね。はい、最後はお決まりの3、2、1で。いいですね。じゃあ行きますね。はい、もう一度やってみますよ。こんな感じですよ。よろしいですか。はい、拳を握って、はい、肘を90度。OK。ゲテマン後ろに引きますから、拳を前に持ってって、腕で。そう。行くよ。皆さん、カウントダウンお願いします。はい。8、7、6、5、4、3、2、1、0。OK。そうすると、行くよ。3、2、1、そうすると。誰ですか。斉藤さんです。匠さん、匠さん、匠ちゃんすごいね。この辺り振り袖みたいになってますね。ね、振り袖、ね、二の腕っていうよりもその名前ですね。はい、どうぞ。はい、はい、それではいきますよ。これ佐久美さんすごいね。こんな感じですよ。皆さん右よりも左の方がやばい。これやばいですよ。はい、じゃあ拳を握って、はい、肘を90度、はい、ゲットマン後ろに行きます。拳前に持っててくださいね。はい、行くよ。もっと腕グッとグッとグッと前に、前、前か。はい、行くよ。はい、はい、カウントダウン。8、7、6、5、4、3、2、1、0。 OK。 そうすると佐久美行くよ。はい、3、2、1。はい、時間がないみたいです。 OK。 じゃあ皆さん、これなかなかゲットマンが24時間ついてこういうのできないので、今からゲットマン体操というのをやります。よろしいですか。皆さん、ゲットマン体操やりたいですか。やりたい。アローハー。じゃあですね、非常にポイント、じゃあ、何でしたっけ、カナちゃん、おいで、はい、カナちゃんも出るね。はい、カナちゃん行きますよ。はい、足をですね、肩幅と同様にして手のひらを合わせます。はい、この状態、OK。 はい、そこからゆっくりと手のひらを少しずつ、はい、かなちゃんのこの手のひら外側に肘です。 OK。 こういう感じ、息を吐きながらで、ゆっくりと息を吸い込みながら戻します。 OK。 はい、いくよ。はい、2、息を吐いて、かなちゃんどうですか、気持ちいいでしょ。気持ちいいです。めっちゃ気持ちいい、はい、戻してください。はい、いくよ。はい、3、はい、戻して、はい、4、手のひら外側ですよ。はい、戻してください。ラストいくよ。はい、5、 OK。 はい、かなちゃんに拍手を。ありがとうございます。じゃあ皆さん、もう時間がないと思うので、最後にゲッタマンブートキャンプをやりたいと思いますが、皆さんいかがですか。やるよ。ブートキャンプやりますか。やります。アキラさんやりますか。やりたい。アキラさん挑戦でいきましょう。俺これまただ、はい、それではいきますよ。俺これ一回ダメなんだ。あ、藤井、さくら、
お名前なんですか？藤井さん、これちょっとやばいんだよ、はい、メイちゃんに騙されたんだよ、女子流のこれ、はい、それでは行くよ、これ大変なことなんだよ、はい、チュー、はい、そうママクロファイト、シャチオコファイト、ワッショイアキラファイト、ママクロ頑張れワッショイワッショイ、はい、みんな回して、はい、回して、回す、もっともっともっと回して、もっと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 、はい、いくよ、足を開いて、はい、いくよ、はい、いくよ、アッチ、はい、ナイン、サン、はい、ヤン、はい、アッチ、ナイン、アッチ、ナイン、ワッショイ、ももクロ、ファイト、頑張れ、頑張れ、ワッショイ、ワッショイ、回して、回して、もっと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 、アキラさん、素晴らしい。もっともっと、じゃあ皆さん最後にゲッタマンジャンプを5回したいと思います。よろしいですか？ゲッタマンジャンプやりたいですか？最後にゲッタマンジャンプやりますか？5回ですよ。OK、はい、H9 H9 H9 声がちっちゃい H9 H9 ワッショイママクロママクロママクロシャチホンコシャチホンコアキラ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 頑張れ頑張れアキラアキラ頑張れ頑張れママクロママクロ頑張れママクロ。それではゲッタマンジャンプいきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、最後に3、2、1、ももクロアロハで締めたいと思います。皆さんよろしいですか？はい、よろしいですか？はい、あと10時間頑張ってください。ありがとうございます。いくよ、はい、3、2、1、ももクロアロハ。ありがとうございました。ありがとうございました。朝の先生ゲッタマンさんでした。ゲッタマンアロハ。いやまだまだ恐ろしい人たちがね、控えてます。